はい、おはようございます。なぎです。昨夜リビングで、冷や変とか寝たせいで風邪をひいたかな。やばいです。めちゃくちゃしんどい。暑すぎるからエアコン入れた方がいいってみんな言われとんねんけど、我慢して寝てたんですけども、あまりにも暑いので昨夜エアコンを寝てしまったら体中がなんか冷えてしまったみたいで、なんかガチガチになって凍ったみたいになってますね。本当どっちも健康が悪いですよね。汗かきっぱなしで寝るのもあかんし、ちょっと厚めのエアコンでいいと思って 26.5 度で寝たんやけど、それでもやっぱりしんどいですね。難しいね皆さんどうやって体を保ってますか。うん、持ちそうにぐらいしんどいですね。元気な記憶がまだ今日朝はできません。次は井上陽水さんでお休みという曲をやります。聞いてください。いきます。昔切れたままなのに、思い続けていれば心が休まる。もうすべて終わったのに、みんなみんな終わったのに、偽りごとの中で君を確かめて、泣いたり笑ったりが今日も続いてる。もうすべて終わったのに、みんなみんな終わったのに、しまおう。誰も起こすまい、暖かそうな毛布で体を包もう。もうすべて終わったから、みんなみんな終わったから、井上陽水でお休み。なぎでした。ぜひ登録まだしてない方はチャンネル登録してね。 See you。